岡田雅樹は日本の俳優、東京都江戸川区出身、スターダストプロモーション所属。中学2年生の時に原宿でスカウトされ、当時はバスケットボール部の活動に夢中だったため一旦断るも高校進学後に事務所と連絡を取りデビューに至る。2006年日本工学院専門学校の CM でデビュー。同年テレビドラマ東京少女で、 ドラマデビューを果たす。2007年、映画、天然子結行、テレビドラマ、生徒諸君。花盛りの君たちへイケメンパラダイスで、メインキャストを務める。2008年、テレビドラマ、吹きで、物と妹で、初主演。2008年冬から2009年にかけて、主役級で出演する映画5本が、相次いで公開される。 これらによって2009年度映画賞の新人賞を総なめにする。2009年、映画、ホノカーボーイで映画初主演。同年、テレビドラマ、乙女夏で連続ドラマ初主演。また、芸能活動と並行して、都内の大学に在学していたが、2009年度末に大学を中途退学し、俳優業に専念する。2010年、広木隆一監督の映画。 雷桜で時代劇初出演。映画、告白では熱血さが空回りする教師役、悪人では下劣なイケメン大学生と癖のある脇役を講演し、第34回日本アカデミー賞では2つの作品から女演団優勝にノミネートされた。2012年、平の清盛で源頼朝役を演じ、NHK 大がドラマ初出演にして、 ナレーションも担当。当時22歳で、源頼朝役を演じるのも、ナレーションを担当するのも、大河ドラマ史上最年少となった。2014年、蜷川幸夫演出による舞台、怪奇色トータルエクリプスマイナスで、初舞台を踏み、19世紀フランスの詩人、アルチュール・ランボー役で主演を務めた。ありがとうございます。